焦げ茶色のパステルは、岡島二人の長編推理小説、及びそれを原作とした、テレビドラマ。岡島二人のデビュー作で、第28回、江戸川乱歩賞受賞作。1982年に初刊行され、1984年に文庫本が発売された。1982年、第28回、江戸川乱歩賞を受賞した。 岡島二人のデビュー作品。前年の第27回、江戸川乱歩賞の候補となるも落選した、明日天気にしておくれと同様に、競馬を題材として扱っている。1985年に土曜ワイド劇場で、血液型殺人受験切りのナス高原を襲われた、女探偵というタイトルで、テレビドラマ化されている。主演は、中野良子。東北にある、幕僚牧場で、 牧場長、深町康夫と、競馬評論家、大友隆一が銃殺される。共に撃たれたのは、サラブレットの母子、モンパレットとパステル。隆一の妻、カナエは競馬について無知だったが、夫の死に疑問を抱き友人の綾部文子と共に、事件を調べ始めるが、次々と怪事件に巻き込まれることとなる。1985年12月21日、土曜ワイド劇場で、 血液が多殺人受験切りのナス高原を襲われた、女探偵というタイトルで放送された。原作とやや設定が異なり、カナイとフミコが友人ではなく、先輩後輩の関係になっている。ありがとうございます。